And you're not going to be allowed. You're all going to be thrown into a communist system. It's a communist system. You're going to be thrown into a system where everybody gets health care. It's you wait for your doctor like 10 months, 12 months, 11 months. You got to see some of these plans. Please. Two quick questions here. Nikki Haley told our Bret Baier that Republicans need to stop whining about Kamala Harris, focus on courting those independents, those suburban women, the moderates out there. What do you think of that strategy, and would you consider having Nikki Haley on the campaign trail with you? Sure. I think that we've done very well. I think that we're hitting a nerve. I think this is a different kind of a race. All we have to do is define our opponent as being a communist or a socialist or somebody that's going to destroy our country. Thank you very much, Pennsylvania. I love Pennsylvania. USA! 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 Thank you very much. Thank you. I really give a very big hello to Pennsylvania. It's great to be back in this beautiful Commonwealth with thousands of proud, hardworking American patriots, which is what you are. Think of this. Who would believe this? 80 days from now, we are going to defeat a communist known as Kamala Harris. She's a communist. Most radical left person ever to run for office. This is not what this country needs. We've had enough of them. We're going to win back the White House, and we're going to take back our country. Kamala Harris is a super left liberal who ruined San Francisco, ruined California, and delivered a badly broken economy, a badly broken border, which gave us a dangerous world of chaos, death, and destruction. Just take a look at what's happening today. Kamala went full communist. You heard that? She went full communist. She wants to destroy our country. はい。今日はですね、ちょっと国際政治の話題ではあるんですが、まあ我々にも関わってくるような、日本の政治にも関わってくるような、まあちょっと話をしたいなと思ってまして、まあこれ冒頭見てもらったのは、最近ペンシルベニアとニュージャージーですかな、で会見してた時のトランプの映像なんですけど、トランプがね、ここ多分本当最近なんですけど、カマラはコミュニストってずっと言ってるんですよ。はい。で、ペンシルベニアで演説始まってすぐのところなんですよ、あれ。あれ、一番最初の第一声のところなんですけど、もうカマラはコミュニストだって言ってて、どうもね、なんか、事前にスピーチライターとかが作った原稿とかを、もうほとんど使わずに、カマラ・ハリスのがコミュニストだっていうことになんか宣言してるみたいな話も、報道で出てるぐらいですよ。で、ちょっとこれをね、どう捉えるかっていうのは、まあ結構面白い問題かなと思いますので、少し話していこうかなと思います。本題に先立ちまして、チャンネル登録、よろしくお願いします。はい。8万人にね、行きたいなと思ってますので。ぜひお願いしますというのと、マイナ保険証のに関する新刊がね、ちょっとアマゾンでも完全に売り切れて、全然注文できなくてランキングもだだ下がりするという状況だったんですけど、明日には多分頼めるようになる見込みで、はい。アマゾンで買っていただける方は、ちょっと明日以降見ていただけたらなというのと、池袋の純駆動とね、僕、大阪の劉翔館さんの話をよくここでしてるから、まあ、そこで結構売れてるみたいで、皆さん、はい、買っていただきまして、ありがとうございますっていうことで、引き続き、ちょっと、純駆動池袋から、いろいろな本屋にね、津々浦々浸透していけるように、っていうふうに考えてますので、ぜひ本買っていただける方は、ね、本屋で買いたい方は、ちょっと、純駆動池袋とか、大阪の劉翔館さんとか、行っていただけたらなと思います。で、ちょっと早速、本題に入っていこうかなと思いますけども、トランプって、カマラ・ハリスが出てくる前、バイデンの時は、老いぼれ野郎ってずっと言ってたんですよ。で、もうクソじじい早く引退しろみたいなこと言ってて、あんま年齢変わらないように言ってたんですね。で、トランプ陣営にとって、まあ、最大の誤算だったのが、そう、バイデンのままでいけると思ってたんですよ。で、バイデンのままだったら、もう、トランプ硬いなって感じだったんですよね。で、カマラ・ハリスに変わったら、なんか、カマラ・ハリスが想像以上に人気があるというか、トラン
プに支持してた人も流れてるのかなというぐらい、カマラ・ハリスがなんか検討してるんですよね、現状。まあもちろんまだまだ選挙戦長いですから、結論はわかりませんけど。トランプもね、別に新鮮味があるわけじゃないので、2016年の時みたいに逆転勝ちした時みたいにね。トランプという人となりがある程度分かってる中で、前回みたいな最終盤での激戦区でのブーストっていうのがまあ起きるのかどうかっていうところは、まあ、一つ今後も注目なんですけど、まあ、トランプのその選挙戦略っていうのがやっぱ見てると面白くて、はい。で、それが何かっていうと、もうカマラはコミュニストだと いうことで言ってるんですよ。で、カマラはコミュニストは本当にね、なんていうんですか、ひどいというか、イーロン・マスクってお友達なんですけど、イーロン・マスクも、これ、7日ぐらいに出して、ここ最近なんですよ、結構。まあ、カマラは、Quite literally a communist って書いてある。もう、超絶文字通りの共産主義者だっていう話ですよね、まあ、直訳すると。うん。カマラはやばいやつだっていうことを表す言葉として、コミュニストだって言って、で、さっき見せた、ペンシルベニアとニュージャージーのやつは、3日前とか、2日前とかの映像ですね、トランプの。だここ最近、だその、カマラを倒すために、こいつは共産党だというふうに言おうという、今の作戦にシフトしてるわけですよ。はい。で、ここで、だから、僕すごい、僕自身もやっぱ反省しないといけないなと思ったのは、日本でね、共産党って言われるのに、なんかビビる人っているじゃないですか。その支持者だったり、政治家含めて、候補者含めてね。でも、カマラ・ハリスって、まあ、共産党と別に組んですらないわけですよ。組んですらないのに、もう共産党って言われまくってるわけですね、今。で、だから、カマラ・ハリスがこれをどういなすのかは、ぜひ、注目してみてもらいたいというか、うん、なんか、日本の、よくありがちなパターンって、カマラ・ハリスは、なんかコミュニストじゃないというか、私はコミュニストじゃないみたいなことを、まあ、先導言っていくっていうスタイルになるんだと思うんですけど、僕のちょっと予想ではね、カマラ・ハリス別にね、コミュニストって言われようが、なんかその言葉自体を否定しに行くみたいなことをね、あんまりしない気がするんですよ。ちょっとこの僕の予想がね、当たるかどうかわかりません。僕もいろいろ、見ていこうかなと思うんですが、なんか、コミュニストだって言われて、コミュニストじゃありませんって、なんか相手にしたらもうなんか負けなのかなと思ってて、はい。なんか追い込まれた奴らが適当なこと言ってんぞってやっぱり思わせるのが大事だと思うんですよ。うん。で、なおかつ、共産党って呼ぶっていう、こういうなんかやり方って、自分を保守だと自認する人が、まあよくやることというか、まあなんか、けったいなものを見つけたって思った時によくやることなんですけど、トランプとかね、イーロン・マスクが言ってるコミュニストの定義ってすごいですよ。だから、共産党って言われて、なんか、いちいち反応しちゃいけないなってやっぱ思うのと同時に、共産主義って言われようが、社会主義者だって言われようが、それでいいんだと。むしろそれが社会主義政策どこが悪いんだと。言えるスタンスっていうのが、むしろ、まあ、これからの、政治において必要となるんじゃないかなと思うんですね。うん、なんか、日本だとどっちかというとそういうふうに言われると、いえいえ、私、資本主義肯定論者ですよ。現状はそこになんか大きく定義するわけじゃないですよっていう立ち位置を結構取ろうとするじゃないですか。はい、その気持ちもわからなくはないですけど、まあ、これはだから、外部要因が、そうさせるのかもしれませんけど、まあ、アメリカとかって、例えばね、これちょっとメルマガでも紹介したんですけど、最近、資本主義より社会主義を望むっていう人が、若者においては上回ったっていうデータとかも出てるんですよ。で、共産主義を望むみたいなのも、だから8%だか9%だか結構有名な、シンクタンクの調査で出てるぐらいで、うん、なんか、資本主義、ちょっと嫌だわ、みたいなことやっぱ思い始めてる人が多いですよ。で、フランスの人民戦線もそうだし、まあ、イギリスの例の労働党がね、まあ別に得票率伸ばしたわけではないとはいえ、保守党がすごい離れたっていうのも、まあそうなんですけど、なんか、資本主義をこのままできるだけ追認しますよっていう態度っていうんですか、それが、まあ、トレンドとして受けなくなりつつ
あるのかなってやっぱ思わされるんですよね。で、これ、イーロン・マスクとはトランプがやってることっていうのが、まあちょっと前だったらもうちょっと受けてたのかもしれないですけど、これがね、なんかね、あんま受けてる感じがしないんですよね、その、情勢調査とか見てると。はい。まあ、さ、最後までわかりませんよ、もちろん。わかりませんけど、これでね、大敗するとかってなったら、ちょっと世界の政治含めて、日本の政治含めて、景色が変わると思いますし、まあ日本の政治家の先生方もね、多分これ見てらっしゃると思うんですけど、その、大統領選挙とかね。うん、これね、本当に社会が変わる可能性あると思いますね。で、その話ちょっと戻すと、トランプとかイーロン・マスクというコミュニストの定義ってね、すごくてね、はい。トランプの、記者対応の、そのニュージャージーの方での記者からの質問に対してね、トランプは、そのカマラはコミュニストだと。で、コミュニストであることで、国民をね、その、包摂する、まあ、ある種の、その、社会保障の、壮大な医療、その全員を包摂する医療システムに投げ込もうとしてるみたいなこと言ってるんですよ。だからコミュニストだって言ってるんですよ。で、それの発想、国民皆保険とか、その国民に等しく医療を提供するっていう発想って、社会主義政策なんですよね。はい。これ、でも日本で社会主義政策だって思う人そんないないと思うんですよ。それこそその、日本で、別にその、高市早苗を支持しているような人であっても、安倍晋三を盲信している人であってもね、別に国民皆保険制度とか、医療をすべからく等しく平等に受けられるようにするみたいな発想っていうのを、なんか絶対なくすべきだと、その、国家による介入を許すなみたいなこと言う人いないじゃないですか。はい。でも、イーロン・マスクとトランプの世界観って、そんな感じなんですよ。で、なんかアメリカ型のまあ保守っていうのは、結構、強烈で、公立学校とかもコミュニストなんですね。もう信じられないでしょ、感覚的には。これ別に、僕がなんか、そういうね、兵装、保守系とかって言ってる人たちを批判してる人だから思う感覚じゃなくて、多分すべからく多くの人が、いや、公立学校があることがコミュニストってないだろうみたいな発想じゃないですか。でもアメリカってそういう感じなんですよ。で、だからこれ国によって、その、あいつは共産党だっていう定義っていうのは当然違うわけで、で、なおかつ、なんか、共産党って言われることをそんなに恐れても仕方ないのかなって、やっぱ極端な例ですけど、思うんですよね。で、社会を変えていくとか、現状社会でなんかこう、包摂する、リスクを社会化するっていうことをね、嫌がる人たちっていうのは、まあ当然いるわけですけど、その社会として何かのリスクを共有するんだっていうときに、コミュニストだっていうそしりはね、必ず来ると。で、そのときに、それに対して、いいんだと。その社会主義的要素、まあ共産主義的要素と言われるが、そういう要素が必要なんだっていう、まあ、態度は、うん、多分古くはね、むしろ日本のなんか自民党を含めて、そういう国民皆保険にしようとか、公教育をすべからく提供しようみたいなんてね、コミュニストで言われようが、やってきたわけですよ、自民党の人とかが。だから、唯一だから今、日本で、その例外と言えるのが、まあ、大阪維新の会なんですよね。この文脈で言うと。大阪維新の会っていうのは今、公立学校をすごい減らして、で、その、廃校にしてね、なんか学校として競わして、で、定員割れなんか続いたら廃校にして、それをディベロッパーとかに売却して、タワーマンションとか作ったり、商業施設作ったりするみたいなことやってるんですけど、まあこれはウィルトン・フリードマン的な発想なんですよ。ウィルトン・フリードマンの入れ違いかなと思うぐらいの、やり方で、はい、大阪維新の会ぐらいですよ。アメリカ型のこういうなんか発想するのって。でもなんか、自民党ですらしないそういう発想をね、コミュニストだっていうふうに、まあまあ、言うわけですけど、うん、だからそれに対して、こう、だから私自身はコミュニストじゃないんです。現状追認するんです。みたいな態度は、別にそんな受けるとは限らないよと。むしろ、なんかそう言われてでも、現状を変えていこうとする、人っていうのは、実は僕はこれから潜在的に求められていくんじゃないかなと思ってますよ、ということをちょっと今日はね、一番お伝えしたかったんですよね。うん。コミュニストのね、定義してた、ほんと口、なんか、呆れますよ。アメリカ型のこういうイーロン・マスクとかトランプが言ってるやつ。日本のね、やっぱりね、共産党って言ってる人たちともちょっとレベルがやっぱ違う、とこですよ。日本で共産党って呼ぶのって多分、なんかまあ、
どっちかというと、ちょっとこう、安保系の、そう、憲法9条みたいな方か、多分、選択的夫婦別姓とか同性婚みたいな、その、いわゆる男夫、家父長原理を、の家族制度を解体する、戸籍制度のね、そういう明治期に作ったものを、なんかこう、脆弱化させうるものを言うわけじゃないですか。日本の多分保守って言ってる人たち多分その二つぐらいだと思うんですけど、これがだから例えば、逆に言えばね、例えば立憲民主党がもう共産党と組んだら共産党って言われるから共産党と組むのやめようって言ったところで、なんかその自分たちがやりたい社会、リスクの社会化みたいな、社会としてリスクを何か包摂する。例えば公教育なのか、その医療なのか、あとは何だろう。まあそういう住宅手当的な方に行くのか、ともかくとして、それ共産党って言われますよ、どうせ。はい。言われますよ。そこでだから、どうなるかというと、僕の見たい景色としてはね、やっぱり、そういうなんかそろそろ、いや、別に私社会主義ですけど、みたいな政治家ちょっと出てきてほしいなと思いますね、日本で。アメリカとか見てて思うんですけど。カマラ・ハリスはね、自民としては社会民主主義じゃないんですよ。ソーシャルデモクラシーみたいな言い回しなんですけど。うん、なんか、そういう人はね、堂々と出てきてほしいなと思いますね。山本太郎とかね、共産党も、どっちかというと、なんかこう、ね、資本主義の、なんて言うんだろう。まあ、山本太郎の令和新選組とかで言えば、まあ、その共産党と同じだって、やっぱあんま思われたくなさそうだし、あとはなんて言うんでしょう。その、お金を配れみたいなんで、どっちかというと、こう、資本主義のアクセルをもうちょっと踏んどけみたいな感じじゃないですか。分配みたいなことよりも、どっちかというと、こう、お金を配れみたいな方に行くじゃないですか。あれって、まあまあ、反議員宿ブームの流れの中で生まれてきてるとは思うんですけど、で共産党もね、なんか、その昔ほどね、大変な分配策みたいなことをあんま言わなくなったと思うんですけど、まあ日本のね、貧困の増加とか、見てると、そろそろ状況変わるんじゃないかなと思いますね。まあ、アメリカとかね、フランスとかイギリスに比べたら日本の状況ってまだまだマシですけど、まあ、そういうマシだって、言えるような状況もね、まあ、そろそろ変わってくるのかなと思いますので、まあ、このアメリカとかね、で起きてることっていうのは、5年後、10年後の日本で起きていることかもしれないので、まあ、そういう観点でね、大統領選挙っていうのを見てもらうと、まあ、ちょっと面白いのかなと思いまして、今日は紹介させていただきました。はい。トランプね、日本の、その、トランプのツイッターは本当にひどくて、もう、あれですよ、日本の愛国者先生がどうやったか一番嫌うところの相手の批判ばかりで印象操作ばっかりやってるって感じですよ。はい。なんでかっつったら、もう基本的になんかこういう画像、とかばっかりなんですよ。で、なんかよくわからない出所の映像とか、これ多分ね、AI で作ってるらしいんですけど、カマラはもう赤だと、いうことを、まあ、風刺する映像でしたね。これでも創作ですから、これはね、法律で触れると思うんですけどね、勝手にこうやって偽造するっていうのは。うん。でも、やりたい放題です。はい。もうなんか、出所怪しい映像とかね、使ったりもしてるんでね。はい。まあまあ、トランプの、だから選挙戦略、このまま、だから2ヶ月先ぐらいまでずっとコミュニストって言い続けるのかどうか。で、そこで、支持をね、盛り返すのか、離れていくのかっていうのを、ちょっと見といてほしいなと思いますね。はい。一旦本日の動画はこちらで以上となります。ご覧いただきましてありがとうございました。